どうも、なめこです。アスカ2に乗船中のうぷ主。船内で優雅なひとときを満喫するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。うぷ主はただいま。日本船籍最大のクルーズ船、アスカ2に乗船中です。5泊6日、阿波踊り高松花火クルーズの2日目だぜ。朝食を食べ終え、11デッキ前方のビスタラウンジにやってきました。会う人会う人にての包帯のこと聞かれ、うぷ主精神崩壊しそうでした。恥ずかしすぎて死にそうだぜ。とりあえず朝食後に提供されている、日替わりスムージーをいただきます。今日はブルーベリーとヨーグルトのスムージーだそうで、美味しかったです。ソフトドリンクは飲み放題なので、オシャンティーにハーブティーを注文しました。ハーブ専門店エンハーブ監修の、アスカ2でしか味わえないハーブティー。シャインルージュをいただきます。ルージュのように透き通った赤色が美しい、でもよくわからない味だったぜ。でもとにかくエレガントなひとときだったぜ。潮の岬沖を通過時の揺れがこんな感じ。手すりと水平線で揺れの感覚がわかるかと。船酔いとは無縁の、実に穏やかな航海だぜ。船首側のデッキに出ました。正面に見えるのが本州最南端の串本町。真正面に小さく見える特徴的な橋が、串本大橋です。この近くにはトルコ記念館があるぜ。明治23年、オスマン帝国の巡洋艦エルプールル号が台風により座礁沈没。その時に地元住民の献身的な救難活動が行われ、今でも現トルコとの友好関係が続いています。こちらは船首部分を見下ろしたところ。ここにもプールがあるぜ。でも誰も入ってないぜ。こちらは立ち入り禁止エリアで乗客は入れません。なら何のためのプールなんだ？クルー用のプールだそうですが、正直謎です。あとプール前方にある対の茶色いやつ。これはアスカ2の予備のスクリュープロペラです。予備？万一スクリュープロペラが損傷したりすると、再作成に数ヶ月単位の日数がかかるため、予備のプロペラを常備しているそうな。それは安心だぜ。幸いこれを使用する事態に陥ったことはありませんが、目立つ場所にありオブジェの役割も担っているので、定期的に表面を磨いているそうです。なおこの船首側のデッキには頻繁に出入りするので、毎回指をやっちゃったところを通ることになり、なんとなく辛いです。急に扉が閉まったあの瞬間が、何度もフラッシュバックするぜ。船内に戻ったところで、田口船長からの放送があったので聞いてみましょう。朝の航海情報をご案内いたします。本船アスカ2はただいま和歌山県東室郡にある本州最南端潮の岬の東 3.5 マイル約 6.5km の沖合を航行しております。本船右舷側右側前方に見えてきておりますのが潮の岬でございます。現在の天候は晴れ、外気温度が28度、湿度 85%、海水温度が28度です。南西の風が3メートル吹いております。
シーホースプールは早朝揺れのため閉鎖しておりましたが、8時よりオープンいたしました。会場での日中の予想最高気温は29度の方で、この後もこのような穏やかな天候が続く見込みです。本日入港予定の小松島港および阿波踊り会場の夕刻の天気は晴れ、夜の初め頃まで気温が30度前後で推移する予報となっております。ここで皆様にご連絡申し上げます。ニュースでも報じられております通り、非常に強い台風7号が北西に進んで15日頃に紀伊半島周辺に上陸する予報となっております。本日入出港する小松島のスケジュールには影響がない見込みですが、14日高松港出港以降の本船航行予定海域が強風圏もしくは暴風域にかかる予報であるため、高松港出港時刻を含め14日以降のスケジュール変更を現在検討しております。変更が決定いたしましたら改めて放送でご案内申し上げます。繰り返しご連絡申し上げます。おいおいおい、大丈夫なのか。航路が変更になるかもしれないぞ。現時点では早めに横浜に帰港しても、逆に台風と勝ち合うし、横浜帰港を遅くすれば次のクルーズに影響するし、どこかの港に停泊し、途中解散ってのも現実的でないし、全くこの後の展開が読めず、ただ待つしかないって感じです。ただ以前にも言いましたが、飛行地の徳島と香川は今までに何度も来たことがあり、これからもいつでも行けるので、飛行スケジュールが変わってもそんなにショックではありません。とりあえず、アスカ2に乗れちゃえばそれでいいのです。そうか、ならよかったぜ。とりあえず続報を待ちましょう。現在の時刻は10時。6デッキ後方のクラブ2100で、阿波踊り体験があるとのことで見に行きます。夕方に小松島に上陸した後、本場の阿波踊りを観覧するので、その予習的な感じでしょうか。確かに自分でも踊れるようになれば、より面白いかもな。ただやはり、ぼっちで行くとなんとなく悲しいですね。連れがいれば一緒に楽しく踊れるかもですが、賑やかな空間はぼっちではただただ虚しいばかりです。ウプ主はちょっと悲しくなり、そそくさとこの場を後にしました。楽しげな雰囲気が、より一層悲壮感を助長させるな。6デッキ後方のスポーツエリアにやってきました。こちらではシャックルボード大会がやってました。なんか盛り上がってるな。これ以外にもこの後は、輪投げ大会、ディスカロ大会など、体を動かす系のイベントがあるようです。楽しそうじゃないか、ウプ主も参加しようぜ。これも連れがいれば一緒にワイワイ楽しめるのでしょうが、ぼっちにはちと辛いです。なおこういった参加型のイベントは、いい結果を残せばアスカグッズをもらえるらしく、リピーターは最優先で参加するとかしないとか。さてさて体を動かさないと太る一方なので、ウォーキングでカロリーを消費しましょう。7デッキにあるプロムナードにやってきました。こちらはご覧の通り船体の外周に沿って、ぐるっと一周できるようにデッキが設けられており、大海原を眺めながらウォーキングやランニングができちゃいます。最高かよ。なお画面左手は客室で、F ステート、K ステートという部屋です。一番安い部屋でバルコニーはありませんが、その代わりに外が見える窓付きです。アスカ2は全室海側、が売りだぜ。ただウプ主のようにプロムナードを歩く人から室内が丸見えなので、プロムナードは 0.5 階分ほど下げて作られています。なので室内で窓側に立たない限りは、外から中の様子はわからないので安心です。頭上には救命ボートがずらりと並び、すごい存在感です。
ホラー映画だと頭上に落ちてきて、アポンするやつだぜ。そういえばアリュールにもこんなランニングコースあったよな。ウプ主走りながら動画撮影してた記憶があるぜ。アリュールは一周700メートルほどで、アスカ2は440メートル。やっぱ全然違いますね。ところどころベンチが置いてあり、海を眺めながら黄昏れることも可能です。なんぞこれ。手前の緑の長いやつは、ボーディングブリッジを使わず直接岩壁に降りる時用の階段。高松港で使用してました。奥のやつは今回のクルーズでは出番ありませんが、テンダーボートに乗り込む際の浮き桟橋。アスカ2が接岸できないような小さな港の場合、波の穏やかな洋上で錨を下ろし、この浮き桟橋を展開。頭上のテンダーボートをクレーンで下ろし、浮き桟橋から乗客が乗り込みます。なんか楽しそうだな。乗客全員下ろすのに、相当時間かかりそうですけどね。今回はここまで。次回は昼食を紹介します。ご視聴ありがとうございました。